カ田ラの奇跡、ヒラ紫シ帰国ファンの期待を一心に受け、足元だけ見せる衝撃の瞬間。フランスから帰国後、ファンは鹿の隙間からヒラ紫シの確か見えなかった、ヒラ紫シファンの熱狂的な歓迎に包まれる帰国、コミュニティの結束力が生み出す感動の瞬間。こんにちは、皆さん。今回は、世界的な人気を誇る俳優、ヒラ紫シさんがフランスからの帰国を果たし、 羽田空港にファンが殺到した様子についてお伝えします。しかし、その熱狂的な歓迎には超異例の警備体制が整えられ、その様子が話題となっています。一部で異例性を取り上げる声もありますが、それは果たして本当なのでしょうかまず、到着ロビーでのファンの歓迎は平野さんにとって馴染み深い光景だと言えます。しかしながら、その中には驚くべき限界体制が見受けられました。 ファンからの熱狂的なサポートを受けながらも、なぜ VIP 通路が用意されなかったのか、といった疑問も浮かび上がります。こうした点にフォーカスし、イベント全体の社会的影響を検証してみましょう。50メートル近い通路の途中には銀行の窓口や手荷物預かり所などもありましたが封鎖され、パーティションのそばには警備員10人と SP が、平野さんが到着すると、下のわずかな隙間から足元だけでも見るためにしゃがみ込むファンもいました。 一部の声からは、平野さんのスケジュールや到着の予測を難しくするため、ファンとのコミュニケーションを工夫すべきだったのではないかとの指摘もあります。また、SNS での発信タイミングや、本人が空港に来ないようにする工夫も提案されています。これらはファンの心意気から出る提案であり、平野さんがこれからも素敵な活躍を続けるためには、ファンとの節度ある連携が必要だとの意見が広がっています。 海外での活動についても触れてみましょう。平野さんは素晴らしい姿勢で海外で活躍し、その姿勢が多くの人々に感銘を与えています。しかし、その一方でなぜ一時帰国時にこれほどの限界体制が取られるのか、といった疑問も生じます。ファンとの交流や歓迎の仕方が時と場合によって変化することも理解しつつ、彼の活躍を温かく見守りたいものです。そんな中、 50人のファンが引き起こす超異例の騒動には驚きを禁じ得ません。今や SNS を通じて瞬時に情報が拡散され、少ない人数でも大きな注目を浴びる時代。一昔前のアイドル降臨のような羽田空港の光景も時代と共に変化していることを考えると感慨深いものがあります。最後に、ファンの熱狂や異例の対応には賛否両論がありますが、それは彼が世に問う存在であるとも言えるでしょう。 個性的で魅力的なファンとアーティストの関係が、時には異例な形で現れることもあるかもしれません。ファンの方々が彼の活躍を支える一方で、平野さんもその中で自らの芸術を追求し続けることで、より深い結びつきが生まれることでしょう。平野史洋さんのこれからの活動に期待しつつ、異例の歓迎と対応について、コミュニティの意見を重視した記事でした。